こんにちは、ミルキーブルーです。本日のお題、カンボジア固有のウツボカズラ族の食虫昆虫を摘み取る SNS ユーザーが増加、その理由が。なんかカンボジア固有のウツボカズラ族の食虫植物ネペンテスボコレンシスを摘み取る SNS ユーザーが増加してるげな。ウツボカズラって知ってる？ウツボカズラとは刃先から伸びた鶴の先に捕虫袋をつける食虫植物っちゃん。つぼ状というか筒状のね、捕虫袋から甘い蜜の香りを放つことで昆虫たちを誘惑し、そして捕虫袋にハエなどの昆虫が入ったら上袋をパカッと閉じ、昆虫が逃げ場を失ったら昆虫をゆっくりと消化して栄養分を吸収する植物っちゃんね。で、そんなカンボジア固有のウツボカズラ族の食虫植物ネペンテスボコレンシスをなぜ多くの SNS ユーザーが摘み取っているのか。では次のツイート版見てみて。多分ね、そのツイート見たらなぜ摘み取るのかわかると思うよ。ナゾロジー科学ニュースメディア、カンボジア環境省、摘まないで。なぜか食虫植物を摘み取る SNS ユーザーが増加中。カンボジア南部にのみ自生するこの植物はある理由から SNS ユーザーに乱獲されています。同国環境省は希少な種であるため摘み取らないようにと人々に呼びかけています。わかった。このカンボジア固有のネペンテスボコレンシス、男性器にそっくりの形をしていると。やけん男性器にそっくりのネペンテスボコレンシスを SNS にアップする目的で摘み取っているみたいじゃん。これ確かに男性器に似てるね。下ネタが苦手な方ごめんちゃい。まあ SNS にアップしたくなる気持ちもわからんくもない。でも SNS にあげるんならわざわざ摘み取らんでよかろうもん。植物だって生きてるっちゃけん。カンボジア環境省が指摘するように希少な種やけんね。こんな不思議な植物が絶滅してしまったらどうすると。 SNS に上げていいねをもらいたいのかもしれんけども、摘み取ったらダメよ。わかった。まあミルキーブルーもね、以前ウツボカズラを購入し育てたことがあるけども、育て方が難しくて枯らしてしまったもんね。ちょっとそんな記憶を思い出したが、やっぱ惹かれる植物なのは確かやけんね、買ってしまったっちゃん。しかしウツボカズラ面白い植物よね。今回のネペンテスボコレンシスなんかウツボカズラ界の中でも最強なんじゃないの。だからこそこんな希少種が絶滅したら絶対いかんと思うわ。いいねをもらいたい、注目を集めたいという欲望に駆られた SNS ユーザーの皆さん、摘み取ったら絶対ダメよ。ではご視聴ありがとうございました。それでは。